なでしこジャパンは準々決勝で北朝鮮、準決勝で韓国と破ってそれぞれ2対1という接戦を制してこの決勝に進んできました。メンバーをご紹介します。日本は前の韓国戦と3人先発メンバーを入れ替えました。ゴールキーパー山下、フォーバックです。清水、三宅、鮫島、坂口、萌野、中盤のそこに有吉と隅田が入って、中島、長谷川というサイドハーフ、そして今日は2トップは岩渕とコンビを組むのは籾木という小柄なドリブラー、テクニックのあるプレイヤーを入れてきました。高倉麻子監督です。そして得点力のある菅沢、田中あたりはベンチスタートです。今日は前線を少し顔ぶれをこれまでと変えてきた高倉麻子監督。一方の中国です。ほとんどこの同じ11人で今大会戦ってきています。5試合で得点31、失点がわずかに0という、攻守ともに力を見せています。特に注目が11番の王サンサン、この人は12ゴールをここまで上げているという点取り屋です。中国は迫力のあるディフェンス、中国のディフェンダー陣はキック力を持っています。今のように長いボールもワンタッチで入れてきます。今寄せていくのが14番のプレイヤーが長谷川、またボランチのところからミドシュートを狙ったか。これ日本にボールが出て10番右のサイドハーフに入っている籾木、またすぐに奪われる。中国の切り替えが早い。また中国がマイボールにしてサイドに出します。17番のコウ・ガサ、遠めに入れてダイレクト、最後寄せていったのが日本の坂口萌乃です。長谷川をトップに起用してきました。これまでは小島さんあまりありませんでしたね。そうですね、左サイドというのはね、長谷川のポジションでしたから。岩渕、ただゲームの中ではよく長谷川内側に入って、ね、ボール受けたりしてましたので、はい、まあ、そういったところ相手の大きなボランチ2枚とセンターバックのその間っていうのはね、まあ、長谷川の活躍できるポジション。ゴール前、小笠さんダイレクトで入れて山下です。おっと、ちょっと弾いたか、大丈夫。スペースを見つけて受けるうまさ、長谷川がトップ下でまずスタートしています。そして中国のこの切り替えの速さからマイボールにしてリエのドリブル、鮫島つく、後ろから隅田も行く、王サンサン遠いサイドに入れてきて、ここもコースを切る長島、ワンツーの形からダイレクトシュート、左足で狙っていきました。パリサンジェルマン所属の左利きのプレイヤー王ソウ、この辺りもピッチの半分に全ての選手、中国の選手入ってきてますので ね、 そうですね、狭いエリアでボールを取ろうというね、そういう形のサッカーをしてますよね。コンパクトな陣形で今はマイボールですが、そしてサイドを変えてきます。日本もスライドしていく、裏に抜けるボール、山下出る、イバンチグミドルシュートダイレクト、左足で狙っていきました。超エイ、あそこの、まあ、相手のボランチのところに激しくプレッシャーをかけに行って、そこでこうフォワードと挟み込んで、ね、うまくボールを取って高い位置から攻撃を始めてて、北朝鮮に何もさせなかったんですよね、はい、ここでも来ますよね。ここも来ます、うん、そしてマイボールにして日本ピッチ、浮かせて日本まだピンチです。細かいパスをつなぐ中国、いやちょっと重なって助かりました日本です。あそこのところかなりね、圧力をかけてきますので、まあ、ここ助かりましたよね。鮫島よくこうキーパーに任すところは任して、中にフリーがいたのでね。しかしまた中国が細かいタッチで日本のゴールに襲いかかる、うん、狙ってきました。11番の王サンサン、この人は今大会5試合でなんと12ゴール、得点ランキングトップに立っています。立ち上がり15分を経過しました。日本はまだシュートがありません。中国が圧力をかけてくる中、ワンタッチを使ってきました。しかしまた真ん中で奪って中国、高い位置から行きます。中島、
そして裏を狙うようなボール、マイボールにした王さんさん、中で侵入してくる、一人フリーのプレイヤーがいる、こうガサ、シュート、ノットってやました。いや、ワンタッチからすごいシュート飛んできたんですけどね。この後引きつけた王さんさんによって小笠が少しフリー気味になって、このセンターバックのところにはプレッシャーはかけてきませんが、ボランチに入るところで激しくきます。今中盤ここに来た、2人囲んだ、しかし失わない中島、有吉引き寄せたことでフリーになるスペースも出てきます。縦に入れて、これ奪われるピンチだな、ここはオフサイドになります。裏が上がっています。ラインを上げて対応しました日本のディフェンスライン。裏を盛んに狙っています。三宅がうまくね、今ライン上げましたよね。キャプテンマークの鮫島、ボランチここに、あった、また3人できた、そして奪ってしまった。前を向いたのは王さんさん、ただこのように中盤で奪えるとチャンスもありますが、ちょっとミスになりました。前への寄せっていうのが早いですよね、はい、先ほどいいシュートがあったサイドハーフのコガサ、センターバックのリ・カイス、この人も正確なロンキックを蹴ります。裏に出してきてコガサだ、寄せる、三宅寄せる、三宅にヘディングできて、ここはロングボール、ボールを使っていきます。前向きで受けましたが、これ奪った、うん、いい位置で奪った日本、岩渕、いや引っ張らないながらね、サイド中島よく出しましたね今ね、サイドにね抜けていく動きがある、岩渕に出てワンタッチ、長谷川、ただいい形でした。長谷川がいい位置でボールを受けて、サイド裏のスペースに出して中島行く、中国のラインも高い中で、はい、いい相手だったと思います。あの前にかなりね、スタートを切るの早いですけれども、今のように裏使うとね、意外と岩渕、うん、脆いかもしれないですよね。岩渕のシュートはコースを消してきました。中国もね、これを90分っていうのは難しいと思いますからね。あ、そうですか。ということは後半になるとまた動きの変化はあると思いますが、11番の王さんさんがここはサイドで受けて中突破していく、入れてシュート、捨てて2段シュート、かき出しきれない。今もよく山下触りましたよね。ふわっとしたクロスを入れてする、ここはシンプルにクリアしていきました日本です。中行われている決勝、この王さんさんの突破から結局シュートまで行って山下のセーブがありました。いわゆる力の部分では申し分ないという能力を発揮している超レーダーです。大きな割には反応はすごいいいんですよね、はい、横への反応っていうのは非常に素晴らしいんですけれども、ちょっとねたまにポカをやってくれるので、また裏に出てダイレクトに行った、ゴールです、よく防ぎました。ダイレクトのヘディングシュート、リー・エイ、難しかったと思いますね。持ち出されたら前に出なきゃいけないし、その中でどちらが先に体を入れるかという形になりますのでね、はい、競り合いになってしまうとどうしても日本の選手きついと思いますね。ここは奪い切った中国の強さ、そして失わない強さもあります。サイドバック清水のところに強くてマイボールにしてしまった中国、ここはしかしコースを切る、ただバイタルのところを使われる、裏に出る中盤俊足のリー・エイ、追いつく、ダイレクトに左足入れて山下です。戦でもそうだったんですけれども、クロスの範囲、山下にかなり助けられる部分というのはあったと思いますね。
なでしこジャパンのアメリカ遠征が先月から今月にかけてですから、さあまた奪ってここはつながりませんでした、うん、そして前もチャンス長谷川、まず裏を狙ってきた、いいボールが入る、岩渕攻撃のサポートはまだ前線にはいない、これもみき入ってきた、中島仕掛ける、岩渕ちょっと時間かかりました、坂口萌のファーサイドよりこぼれたところ、もみき足を出してシュート、ちょっとうまくヒットしませんでした長谷川のシュート。いや今もみきねヘディングでは勝てないですけど、この狭いエリアでの圧力というのはやはり中国強いですね、集まってくる人数が、ね、非常に多いですからね、一人かわしてもまた次が出てくる、そういうイメージじゃないでしょうかね。でしかも体当てられますから、次へ の, そのプレーがスムーズにいかないでバランスを崩した中で次のプレーしなきゃいけないですからね、はい、ここで前半が終わりました。サッカー女子の決勝、日本対中国0対0でハーフタイムに入っていきます。前半のシュートでは中国が8本、枠内シュート4本、日本が2本でした。最初のシュートが生まれたのは前半の31分、そこまでシュートがありませんでした、枠内シュート0。日本が守備に回る時間が多い中で前半が進んでいきました。アジア大会サッカー女子の決勝、日本対中国は0対0でハーフタイムに入っています。というところが大事になってきますね。ああいったところの、おっと裏に出る鮫島、うん、先に走るコースに入っていきました。いやー鮫島はこのようにカバーリングのスピードは光ります。前線へのボール、中島キープすればチャンス、させない。でこのクリアボールがね結構長い距離飛んでくるんでね、はい、裏に出て日本ピンチだ、寄せていく、寄せるがつらにげ、いやーよく山下、これよく出ました、山下もよく出た、スライディングでシュートコースを消して切り返されてるんですけれども、はい、ここですよね、三宅です、体投げ出して、三宅触ってますね、はい、菅沢がここで投入されます。もみきに代わって入ります。サイドハーフのもみきに代わって菅沢投入、どうでしょう、長谷川がどう出して、中島を右に持ってって戻すんじゃないですかね。長谷川が見ていますと左のサイドハーフの位置に行きます。裏返すようなボール、しかしここは通させない、ここで中国奪った、4対3の局面、日本ピッチ、さあ下がりすぎるとやられますよ、ドリブルを使ってサイド仕掛ける、寄せてシュート、ここはよく坂口ついていきました。いやー日本にとっては大きなピンチでした。弾く長谷川、抜ければチャンスですが、そうはさせない中国、前線起点を作られて日本、大層左足首ですが、怖い、いいプレーでノーファールで奪いました。ちょっとねかわされそうになったんですけどね、はい、その後よく体勢立て直しましたよね。センターバックのリッカエツ、ロングボール裏に出てくる、張陽が今スピードを見せていきました。中国交代出場のプレーヤー、髪を結んでいる選手です。大層が出てきた、左足飛びシュート、右足のシュートになりました。左足はコースを切っていきました日本、これちょっと手前でね選手が残ってましたのでね、はい、鮫島の対応かわされましたが、最後もねよく足出してますよね、低いボールであったら鮫島の足に、あと一歩のところで足が出る、これはなでしこの伝統なんだということを話していたのは高倉監督、
ベテランの鮫島のプレーがありました。ここで、うん、中から逆サイド、ちょっとずれた。長谷川のいい持ち出しがチャンスを作ろうとしています。清水、中を抜けていく。一度下げてボランチの隅田、ここはちょっと時間がかかりました。日本、隅田、中島倒される、上なし、うん、清水、中2人、3人も入ってきた。長谷川キープする。ここで日本コールが起きています。アレンバンのデローラスリビジアスタジアム、ボランチのところから前へ岩渕シュート、十分にはヒットしませんでした。これが日本の後半初めてのシュート。サイドハーフに変わっている長谷川、中に入れてセカンドボールになっている。パンチング、マイボールになった。うーん、いや、隅田、中島、ワンタッチ抜けていく、折り返せ、岩渕、いや、中国の強さ、この辺りは粘り強いですよね。集中して岩渕を囲んでいきました中国。うん、裏に抜けていく、サイドバックの坂口萌えのかわす、うまくかわす、2度かわして中入ってくる、ゴール前。4月のアジアカップの後に加修前監督に代わって、そして特に守備の良さを見せて、ここまでまだ得点を相手に許していないという中国。裏に出てくる、オフサイドなし、鮫島走る、スピード勝負になった、早めに打った。いや、山下落ち着いてますよ、はい、今のもね、完全にもうボール出てるの分かってましたからね。そうですか、途中でこう手出すのやめましたよね。あ、ここです。残り時間が90分の中ではあと15分という時間で対が近づいています。長谷川もボールを前向きで受けられるようにはなっています。中国のボランチとセンターバックの間のスペース、バイタルというスペースが少し空いてくる中で、裏に出ていく姿、うん、チャンス、かわしていく、キーパーここはよく出て対応しました。コーナーキックです。ちょっと慌ててますよね。そうですか、なるほど。今の状態だと慌ててあんなにこう日本の選手に蹴ってくれなくてもよかったはずなんですけどね。菅さん、ボール受けて相手に渡る、日本戻る、裏に出すボール、追いついた、寄せるのは三宅、1対1、中国のサポートはない、ここで入ってきて、ミドルシュート、届いた、ビッグプレー、山下、ここで中国引きつけました。王さんさん、そして横パスを使って最後小笠のシュート、まあ、枠に飛んでいました。坂口がまあ寄せたんで、ある程度今度は左利きの王宗がボールを置きました。ちょっとばらけながら中国の昇進プレイヤーニアできて、セット後のボール、中国また左足得意の王宗、中に入れてくる、設定、ミドルシュート、シュート打ってきました。ただここは正確なコントロールではありませんでした、王さんさん。狙いは当たりを出しましたんですけどね、マイボールにした、長谷川ドリブルもできるようになってきました。スペースが出ている後半、サイドに1人開く、岩渕のプレー、岩渕、中島倒れてペナルティー、いやオフサイドです、オフサイドです、オフサイドでした。
完全に体入れた後倒されたんですけどね、はい、最初のスタートポジションがちょっとオフサイドでしたか。の前でボールがかなり持てるようになって、あわずかにオフサイドポジションにいました中島。先ほどから見ていますとかなり位置を変えながら起点を作ろうとしています。今は中央左寄り、先ほどは右サイド、そして左サイド、タッチライン沿いに張っていることもありました。菅澤、ここは裏に抜けてくるが、裏が上がっています。ただ手を叩いているのは中盤の有吉。形で相手の裏にボールが落ちるっていうのが、ね、なかなかなかったんですよね、はい、うまくこうディフェンスラインに弾かれてたんで。菅澤のところでマイボールにできれば日本の攻撃も活性化されていきます。少しドリブルを使ってここで失うとピンチですが、フォローしています。岩渕キープした、スピードが上がる、うん、中島中に菅澤、日本キックを破った、3点で。いや岩渕いいボール出しましたね。中島そのまんまね、やっぱりスピードに乗って落とさずにワンタッチで上げることができるようなねボールでしたよね。岩渕のいいプレーがあってサイドで中島が受けて最後は菅澤。まあ、その前にね、菅澤が前から追い回したことによってそれで前ボールになったんですよね、はい、長いボール多分かなり入ってくると思いますので、そこのケアですよね、セカンドの。いやー、いやに入ってきて、これも難しいシュートですね。というか守護選手がね、あれだけいる中で中島がピンポイントで合わせたっていうのがやっぱりすごいですよね。なるほど、クロスを上げた中島も大きなプレーになりました。菅澤がよく体を寄せる、マイボールにした。ここで中国ボールになる。中国は裏にボールを入れてくるが、これがミスになった。よく有吉今出ましたね。狙ってくられると ねかなりきついんですけど、おここでホイッスル、なでしこ金メダル、アジア大会2大会ぶり2回目の金メダルを獲得しました日本。中国に押し込まれる、中国の圧力に押されるような時間が長かった中で日本は攻めあぐねましたが、最後のチャンスをものにしました。少ないチャンスをものにしました。いやー、この菅澤の表情を捉えています。まあ、本当にね、若い選手も我慢のサッカーをよくね耐え忍んでね、結果を出しましたよね。では金メダルを決めた決勝点、菅澤選手です。ここしかないというワンチャンスでしたね。そうですね、本当にもうあそこしかなかったんで、ニアに飛び込みました。ネットが揺れた瞬間見てどんな気持ちでしたか。いやー、もう最高でしたね。まあ、でもまだ残り数分あったんで、切り替えて最後はしっかり、最後まで0点で抑えて、でしっかり勝ち切れたんで良かったなと思います。ベンチスタートでかなり中国のハイプレッシャーをベンチから見てたと思いますが、どんな思いでピッチに入りました。そうですね、入ったら、まあ、前でボールを収めて、チャンスを作ろうと思ってたんですけど、なかなかまあそれもできなかったんですけど、まあ、でも本当にワンチャンス絶対来るって思ってたんで、本当にそれができてよかったなと思います。仲間を信じた結果ですかね。そうですね、本当に最高の仲間と最高のスタッフと、あとたくさんのサポーターの応援のおかげで勝てたと思います。このメンバーで取った金メダル、またこの後どんな風になでしこつなげていきますか。そうですね、本当に来年はワールドカップで大きい大会控えてるんで、しっかりチーム全員でまた修正するところは修正して、できてることはまた上げていって、またみんなでやっていけたらいいかなと思います。今日はこの後みんなで喜んでください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。 The team of Japan。そして日本金メダル、
最後決勝は苦しいゲームになりました。本当にこういいサッカーをして勝ちたいっていうのはあったんですけれども、それがなかなかできない中で、でも勝ってきたっていうのはね、価値があると思いますね。好セーブの山下です。今日もビッグプレー、ファインプレーがありました。ファインセーブがありました。そして中島、最後ラストパスを上げました。あの貴重な先制ゴールを生み出しました。そして岩渕が中心となる世代になっています。そしてキャプテンマークを巻き続けた鮫島、センターバックでのプレー、安定したカバーリングを見せました。そしてこの人もプレーする位置を変えてボランチでプレーをしました有吉。この2人の成長、まあ、ベテランの成長も大きかったですね。あの本当にね、あの不慣れなところを任されてもしっかりとね、うまく結果を出してきましたよね。武田恒和 JOC 会長がメダルをかけています。サイドバック21歳の清水、この人は5試合すべて先発しました。そして長谷川、あの北朝鮮戦の決勝のボレーシュート見事でしたね。いやすごかったですね、現地メディアはアメージングって言ってましたからね、はい、ボランチの中里、そして高木光、中里と高木は怪我による選手交代で急遽メンバーに入りましたが存在感を見せました。そして今マスヤがメダルをかけてもらっています。この表情を見せているのは岩渕です。やっぱりちょっと疲れているんでしょうか、表情の硬さはありますが田中がすでに受け取っています。そして隅田、ボランチの位置で今日もプレスがある中で攻撃を組み立てていきました。そしてディフェンダーの三宅しおり、5試合すべてフル出場しました。そして本来リーグ戦ではボランチを務めていますが、サイドバックで活躍した坂口萌乃、そしてゴールキーパーの池田です。池田も初戦の対戦先発して無失点でのスタートを切りました。そして今日決勝ゴールの菅沢優衣香、本当に決めてくれる頼もしさがつきましたね。いや頼りになりますね。前線のこちらが中里です。そして国武もメダルをもらいました。先ほどもみきもメダルをもらっていました。失礼しました。少ないチャンスを決め切るだけの、そんな決定力を持ったフォワードにこれからもなってほしい、そんな期待を強くする菅沢。やり終えた達成感、そしてかなりの重圧もあったはずです。
そのあたりまた下からの突き上げ、そしてベテランの活躍、若手の躍動、そのあたりも含めて来年が楽しみになってきました。解説は元日本代表ゴールキーパーの小島伸幸さんでした。小島さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、左側からもみきの笑顔も見えました。日本は2大会ぶり2回目の金メダル、アジア大会の金メダルをつかんでこの大会をサッカー女子終えることになります。来年につながるような成果を経験値を経て来年に向かっていきます。